それとエニアグラム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、昨日は、うんうん、あのドン・リチャード・リソさんのワークショップの時であろうというのを推察して、うん、はいはい、そんな話を、うん、しましたけども、うん、今日は、うん、2日2日、1月2日はですね、うん、こちら、パトリック・オリアリーさんの書かれた、うん、エニアグラム入門というこの本あるんですけども、はい、このパトリック・オリアリーという方の紹介をちょこっとしたいんですが、うん、こちらの本が、うんうん、おそらく日本で最初に出されたエニアグラムの本だと思うんですね、うんうん、というのはあの、うん、これすいません、片岡由香さん、上田照子さんが書かれた本、うん、対人コミュニケーションの人間学という本の冒頭でそのエニアグラムの歴史的なものを、うんうん、鈴木先生が語っていらっしゃってです、うんうん、その中で初めに1980年代に鈴木秀子さんがアメリカスタンフォードでエニアグラムを学んだ、うんうん、そこにあのアメリカのヘレン・パーマーさんっていう、アメリカのエニアグラム協会の代表と一緒に学んだよなんてことが書かれていて、で鈴木秀子先生が日本に帰ってきて最初に訳したのがこれ、パトリック・オリアリーのエニアグラム入門なんですね。でまたこれがですね、こちら自分探しの本っていうのがあって、エニアグラムによる性格分析、自分探しの本っていうのがあって、パトリック・オリアリーさんが来日したよ、で鈴木秀子さんと一緒にワークショップをやったっていうのがこの本に載ってるんですね。なんでまあタイトル的に言うと、昨日は、リソさんがこんなことを話した、日本の皆さんに対して、なので今日は、巨人エニアグラムの巨人シリーズ、パトリック・オリアリーさんは、日本の皆さんにどんなメッセージを残したか、っていう話をしたいと思います、はい。1989年の12月に、このエニアグラム入門の原著者の一人、パトリック・オリアリー先生が来日されて、うん、鈴木秀子先生と、2日間にわたるワークショップを開催しましたと、なんかちょっと歴史ですね、歴史ですね、エニアグラムの歴史、で、まあ、そのワークショップでは基本的にはそのエニアグラムの紹介がわーっとしてあるんですけども、そのタイプの紹介、センターの紹介がそれぞれしてあり、またこの話もどこかのタイミングで、あのお話ししたいと思うんですが、タイプについての質疑応答、やっぱりワークショップなんで質疑応答があるんです、なんで、あのその質疑応答のお話をしたいなと思ってます、はい、タイプと職業について、現在自分がついている職業と本来与えられている自分の賜物、これは天与の才能と書いてあります、との関係はどうなのでしょうか、大体は投影されていると思うのですが、私の場合必ず一致もしてないと思うんですが、っていう質問がオリアリーさんにされました、でオリアリーさんが何て答えたか、もしあなたのタイプが今の仕事に適しているのであれば、職業との間に調和を見出すでしょう、で私オリアリーさんの場合管理者タイプなので、今の仕事は全然苦にならなかった、タイプが合わない場合は一つのプレッシャーを感じる、しかし仕事が一人のパーソナリティを作るのではありません、そして自分が持っているパーソナリティと仕事とぴったり合う場合は、素晴らしい縁のようなものになりますよと、あ、そんだけだなるほど、合ってない場合は書いてないですね。ただ、まあ、あの私がもしか違うタイプだったら、大変苦痛なものになる、でその流れで、エニアグラムで適職は見つかるんですか、という質問に対しては、自分のパーソナリティと合わない場合は、何回も仕事を変えて、ますます困難な仕事に至ってしまうことがあると、だから一番大事なことは自分がその仕事においてどこまでが限界なのか、そのために自分自身を知る必要がある、と言ってます、で流れ、職業の選択にエニアグラムは役立ちますか、っていうのに対しては、
理論上は誰でもどんな仕事ができるはずですと、うん、そうなんですよね、うん、しかしそれは理論であって、うん、自分に与えられればもっとよくできるし、うん、楽しむことができる職業があるはずです、うんうんうん、で折有さんは多分ご自身がタイプ3、うん、なので私の場合は、証券会社の仕事に就いたなら、うんうん、非常に苦しい仕事になると思う、うん、なぜならばもしも株で大敗して、うん、大穴を開けたら、うん、自分はもう本当に立ち直れないからだと、うんうんうん、しかし蜂の人にとっては、うん、その仕事っていうのは、うん、とても素晴らしい仕事になるっていう話をしています、うんうんでエニアグラムの理解は職業の選択の理解に有効ですか、うん、っていうことに対しては、うん、自分のついている仕事が好きで、うん、生き生きしている人たちは、うん、自分のタイプの賜物を仕事を通して生かしている人たちですと、うんうんうん、今アメリカでは日本式のマネージメントとの比較が行われていますが、うん、アメリカではパーソナリティに合わない人たちは向こうに行けと放り出してしまいますと向こうに行けっていうのは違う職業に仲間外れにする傾向がある、うんうん、でも日本のマネージメントの仕方は、うん、全部の人が同じやり方でやって、うん、そしてまた同時に集まってやり方を相談し合う、うん、だから日本の人たちというのはアメリカの人たちよりも、うんうん、それぞれお互い同士の違いというものに対しては、うん、忍耐強いではないかと思っている、うん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 でもこれが1989年の話で、うんうんうん、もうだいぶ前です、ね、そうで日本はどちらかというとアメリカに追従していったのでアメリカ寄りになってますよねなってますよね、うん、だから今どちらかというと日本はあっちに行けって言っている社会かもしれない、うん、行きづらいかもしれない、うんうんまあ、でもなんか分かる気はしますよね、はい、理論上はないないって、うんはい、ただでもやっぱ言ってもさーっていうのはありますよね要はとらわれじゃないですか、はい、みんなとらわれタイプの特徴がとらわれじゃないですか、はい、なのでこうとらわれを手放していけばどんな職業でも理論上は可能だとだけどこうみんな4から6ぐらいをの健全度で生きてるっていうんで、はい、みんな何かにとらわれて生きてるっていうことを考えると、ねはいまあ、向いてる職業とかはあるだろうっていう、はいうん、で、うん、来ました自分のタイプが分からないとき、うんうん、どうしましょう、うん、っていうことに対しては、うん、自分がどのタイプにも当てはまるようで、うん、はっきりしたものが見つけられないようなときは、うん、自分をどのようにして解明していったらいいのでしょうか、うん、っていう、うん、よくある質問に対しては、うん、ある人にとっては、うん、自分がどの中枢に属するか見極めるのがとても難しいことです、うん、2と4の人は、うん、だいたい自分の所属を早く見つけられます、うん、また5、7も、うん、かなりたやすく自分の所属を見つけられるでしょう、うん、8は難しいですね、うん、1もなかなか自分の所属が見つからない、うん、所属っていうのはセンターの話ですね、うんでまあ、エニアグラムの図、うん、真ん中に三角がありますねと、うんこの三角の頂点の隣同士の番号に注意してください、うん、そして3と6と9のタイプの人たちは自分のセンターを持ちながらそのセンターを使わないで向かいのセンターを使います、うん、ですから感情の人は頭のセンターを使うような感じで動いているので3の人は頭を原動力として動いているように見られます、うんうんうん、また6の頭のセンターの人たちは、うん、一見周りの人にあたかも感情をもとにして動いているような印象を与えますそして9の人たちは本来腹のセンターが原動力ですが、うん、表面的には頭半分、うん、感情半分の感じで動いているように見えます、うん、なんか分かる気がします分かる気がします分かる気がします僕そんな感じです感情とだから、うん、ガッツっていうのは、うん、まあちょっと今はもう付き合いが長いので、うんうんうん、ガッツだなって思うんですけど、うんうんうん、初めは、うんうん、あのハートフルな感じでそうで頭半分あの 理屈、うんうん、理屈が大切っていう感じはとても受けます、うんうん、し話してもよく出ますよね、うんうん、僕がスピってるのに対して隊長はなんかその定義の話とか理論的な話とかっていう感じはします、はい、ちょっと分かりやすいですね分かりやすい、はい、
でもう一つ難しい点は、うん、頭の人たちは自分の頭で考えるので、うん、自分全部が自分に属するように考える、うん、自分の所属をなかなか決めかねる頭の人たちは、うん、特に6の人たちはそうですと、うん、4と5もなかなか決められません、うん、どうしてかというとこの4と5の人たちは両方とも後ろに退いて眺めている態度を取るからですと、うん、なんでまあこの6、4、5の人たちは大勢のワークショップに参加して、まあ、人と自分を比べてみるっていうと分かりやすくなるかもしれません。頭の中だけで言ったと迷いますよって話ですね。そうですね。特に6、うん、あとは4と5のこの退いて遠くの方から見てる人、うん、私って何だろう。4と5もよくありますよね。そうですね。4のウィング5と5のウィング4と、はいはい、よく悩んでる的なコメントがいただきますね、うん、はい。で性格は変わりますか、うんうん、その困難な時に自分の本当の姿が出るのではないかと思い、うんうん、それで自分が困難な時にどんなパターンを取っているのかというと、うん、1のような気がしました、うん、例えば、うん、アドラーなどは性格は変わるって言ってるんですけど、うん、エニアグラムでは性格は流動的で自分の意思で変わるものなのでしょうか、うんうんうん、9つの性格分類でそのまま自分の人間関係がうまくやれるのでしょうか、うん、っていう質問に対し、うん、オリアリーさんははっきりしているのは、うん、私たちを根源から動かしているのは一生を通して変わりません。しかし私たちは成長して人生を経ていくにつれてどのように適応していくか、どのように行動していくかというのは自分で学習して変えることができます。気質タイプは変わらないけど、その行動するパターンとかは成長していくので、自分で成長していけば変えれるよっていう話ですね、っていうオリアリーさんの言葉をちょっと紹介させていただきました。とてもしっくりくる話ですよね。タイプが分かりにくいっていう説明はとてもしっくりくる、うんはい、うん、また折を見て、はい、こちら自分探しの本の紹介もさせていただければなと思ってます、うん、これも痕跡本でいろんなところにチェックがしてある本でございます、はい、うんはい、というところで、はい、1月2日は、オリアリさんの話をさせていただきました、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。